声日です。竹下敦です。ご覧の方から、なぜね、竹下敦のレースポールにはピックガードがついていないのというご質問を受けました。ね、このレースポールピックガードついてないでしょ。なぜかというとですね、理由は明確で、ピッキングしにくいからピックガードがあると。誰にピッキングが似てるかってね、ガンズ&ローゼスのねスラッシュさんに似てるんですよ。こういうどうしても振り抜けない。でピッキングをするんで、ちょうどピックガードに、ね、当たっちゃうんですよね。でベースボール引きにくかったんですけど、これジェイクサイダーからいただいたグレコと思われるレスポール、ギブソンかもしれないですけど、ちょっとわからないです。相当これいい音するんですけど、このギターがね、なかなか弾きこなせなくて、どうしたもんかなと思ってたら、いらねえよこのピックガードと思って、ピックガード外して、これね埋め切って言うんですけど、これね、ここの部分ね補修して穴埋めたんですよ。もう家具職人なんでね、こういう作業は簡単にできるんですけど、で、昨日ね、お茶の水になるね、G クラブ東京さん行きましたところ、やっぱりね、ヴィンテージモンのギターはね、ピックガードないものが多いんですよ。で、なんでって聞いたら、そもそもピックガードってなかったんですよ、ですね、レスポールに。で、付属してなくて、自分でピックガードを買ってきて、ピックガードを取り付けたのが始まりだそうです。私はね、もう、レスポールにはピックガードついてるものだと思ってたんですけど、そうではなくて、ピックガードは後付けのものだったんです。それを聞きましては、別につけなくていいんだったらいらねえじゃんと思って、で外したままつけてます。そうするなって、やっとこう、後ろぐらいなんですよ。こことか、あとこのリアのピックのね、このっていう音を出すには、どうしてもやっぱりこのフロントピックアップ、もしくはリアのピックアップの後ろあたりね、ってやるにはどうしてもピックガードが邪魔なんですよ。外しました。で以前はね、正直スラッシュさん嫌いだったんです。ドルベック大嫌いだったんですけど、嫌いっていう意識があるってことはね、どっかで憧れがあるんですよね。スラッシュさんみたいに弾きたいなっていうね、最近は認めました。スラッシュさん大好きです。実際にね、アクセルさんの歌も好きですし、ガンズ&ローゼスの曲歌う機会も増えました。だいたいね、子供が喜んでくれる。街の中でね、歌ってあげると、まあ親御さんは初めは嫌な顔しますよ。ただ子供たちがね、こうあれは感覚でわかるのかな、こうやって踊るんですよね、アクセルみたいに。そうね、感動しますよ子供にね。 When we go When we go now じゃらじゃらって言うと、アイ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  Let me go って子供たちが歌うんですよ。やっぱりね、感動的な、もう一シーンですよね。本当に音楽やってよかったなと思います。子供の役に立てる日が来るなんて思ってもいませんでした。そんなわけで今回ご紹介したのは、なぜ竹下敦のレスポールにピックガードがついていないかでした。なかなか面白いでしょ話が。それじゃあまた See you soon です。